ブラックモンブランって知ってますか？はい、はい、アイスでしょ。大好きです。そうそうそう、黒い栗確かに確かに、なんかね、ブラックモンブラン調べてみたら、はい、九州にしか売ってないらしい。え、そうなん、うん、うん、え、そうなん、おいしい。じゃあ大阪とか東京とか大阪には売ってないんだって。へー、九州限定。九州限定、うん、食べた方がいいって。食べてね、でも知らないんだねおいしいよ。で、価格が90円。安いよね、安いよね。で、やっぱりこれじゃないですか、一番いいとこ、当たりくじがついてるっていうね。あ、当たりやすい。当たり、ね、結構当たったことあるもん。あるよね、うん、ガムならあるよ、全員ガムで、当たりくじっていうのがあって、スティックに80点、40点、20点、10点、あるね、外れ、特賞1000点のいずれかがあって、全部食べた後に当たりかどうかが分かる仕組みなんだよね。楽しみよね、こう、あ、当たりかな、ね、うん、やったー、80点揃えばお店で1本と交換できます。それでまた1本がね、当たったら1000円当たるのとかあったよね。1000円、あ、ブラックモンブランで特賞1000点で、なんかあるらしいよ。へー、1000円分もらえるってこと？いや、1000円、現金もらえる、1000円。そうそうそう、確かそうやった。90円のアイスを買うだけ。これですか？お金、うん、そうそう、もらえるんだよね。そんなブラックモンブラン、はい、私たち九州人には馴染みのあるブラックモンブランからバレンタインデーにちなんだ商品が出ました。やっぱりバレンタインデーだから、ね、いろんなのが出るから楽しみ。それがそちら、じゃーん、かわいい、かわいい、アマゴ、アマゴ、アマオ、アマゴって何？アマオイチゴのイチゴモンブランです。美味しそう。もういかにパッケージからうまそう。え、かわいいよね。最近アマオイチゴモンブラン、うん、ブラックが消えた。ブラックじゃないのよ、ピンクなのよ。ピンクモンブラン。パッケージどんな絵なんだろう。富士山、富士山じゃないよね。女の子がいたり、気球があと、気球があって、アマオイチゴモンブランとアマオがあります。アリサちゃんの嫌いの鳥物ってるよ。え、探す鳥、あ、おった鳥。あと雲もあります。流れ星とかもあるね。本当だね。ポップのさ、かわいらしい、ひらひらもあります。ポップないだから、うん、あとね、上もね、お花で可愛いのよ。本当だ。なるほど、うん、あの、メイクパレットでもあるよね。あー、あるね。回したらふわって出てくる。かわいらしい。ブラックモンブラン九州しかないってもったいないよね、みんなにね、ぜひ知ってほしい。みんな食べてね。これきっかけにね、食べてほしいよね。これは全国で出てるんだ。これね、いや、博多限定って書いてた、確か。へぇ、だからほら、博多っていっぱい人来るからさ。そうだね、うん、その時に食べてもらいたい。うん、福岡来たら、これを、まず先にこれを、その次、通りもんですね。そうですね、通りもん、なるほど ね、 ね、それじゃあ、開けていきましょう。開けていきましょう。はい、はい、ティアラチャンネル。あ、おー、くるってます、すごい。ここにね、親切設計、サンタさんの帽子みたいにすごい、かわいい、すごいすごいすごい、いくよ、せーの、カカーン、カカーン。あ、小分けされてるんだね。あ、モンブランだ、すごい。なんかアイス、これはうちらには馴染みのあるね。あ、この富士山みたいな山、うん、ここにもありますよ。その山だよ。あ、ちゃうわ、モンブランっていう山があった気がする。え、ある、うん、あ、モンブランっていう山の名前。違ったらごめんなさい、ごめんなさい、 I'm sorry。 ピンク色だわ、うん、後ろもね、ピンクで可愛いよ。やっぱ馴染みのあるからだ ね、うん、ね、定番のクランチチョコレートバーにいちごの甘酸っぱさをプラス。いちごは福岡のみで生産されているあまおういちごを使用。高級品。え、福岡限定や。あ、やっぱモンブラン、山があるよ。へー、モンブランはフランスとイタリアの国境に位置するヨーロッパアルプスの。あ、確かにアプレなんだって。アプル、アプル、アルプス、アルプス感はありますね。カーン、カンカンカン。ここの、これがモンブランっていう山、うん、早速食レポいきましょう。はい、はい、いただきます、いただきます、いただきます。せーの、オープン。あ、開かない、開かない、結構近い、開いた、開いた、
じゃん。おお、かわいい。いい香り。ほら、わ、めっちゃいい香りがする。甘い香りするよ。甘いの香り。あとね、時々ね、いちごの点々が入ってます。点々。点々。いちご先生。いちごの果実かな、これ。あの、違いますね。果実。果実はね。はい、そう。果実。ドライ果実です。ドライいちご。ドライ。入ってる。ドライ、ドライ、ドライ。おしゃれ、ね。ドライストロベリーです。食べてみそう。はい、いただきます。いただきます。めっちゃサクサクしてる。あ、甘酸っぱい。なんかこう、クランチが美味しいね、うん。クランチが入ってるからサクサク。うん、僕も食べたいな。どうぞ。ありがとう。さあ、ミッキーさんはどんな食レポをするのでしょうか。いただきます。食レポまで。フルートの味がする。フルート怖い、怖いよ。フルート食べてるの。やっぱ本当に甘酸っぱいよ、うん、甘酸っぱくてバレンタインにはぴったりじゃない。なんかこう甘いだけじゃなくてしつこくないね、うん、甘さもありつつ、うん、酸っぱさもありつつさらっと食べれるね、うん、みんなが味を邪魔してないね、うん、みんなが味を邪魔してない、うん、仲良く仲良く、あの、わ、あのここは何ぞ、ここ喧嘩してない、うん、喧嘩してない、うん、ピーナッツも入ってる。みんなね、譲り合いながらね、うん、ちょうどいい自分を際立たせてるね。そう、自分を譲り合い際立たせながら、ね、美味しい、うん、美味しいね、幸せ、はい、止まらない、たまらない、甘王モンブラン作曲今作った、うん、すごい作曲家ですね。おいしい、うん、これ絶対食べた方がいい、うん、しかし博多限定なんですよね。そうだね。ということは皆さん博多に来るしかないですね。ねえ、もう、はい、これのね青色もあったよ、うん、青色はチョコレート、これの黒いブラック版かな、うん、ホワイトデーかな。黒色もありました、これのね。でこ、あのパッケージが水色でした。じゃ、いちごじゃない味なんだな、普通のチョコ味ってこと。いちごが苦手な人はそのチョコを買ったらいいと思います。アレルギーとかもあるの。2種類あったの。2種類あった。色が選べれるんだ。でも女の子らしいね、ピンピンク。首がゴキって言ったあ、これってクランチのバーかな。ずっとね、何やろうと思ってた。どれ、ほら、あー似てる、うん、完食。はい、ということで今回はアマゴアマゴゴー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 。はい、ということで今回はアマオイチゴモンブランを紹介しました。これね、本当にとっても美味しいんですけど、博多しかね売ってないです。なので皆さん博多に金シャリ、金シャリ金シャリだ金シャリ。